水商売をやっていた。小僧、19歳にしては金回りが良かった。欲しいものがあればとりあえず買い、いい女と過ごし、好きな車を乗り回した。快楽のまま、自由奔放に生きていた。その頃の僕は、愚かだった。金は湯水のように湧いて出てくるものだと思い込んでいた。勘違いも甚だしい。音楽をやろうと決め、21になる前に東京に出る。だがその舐めた金銭感覚だけが変わらなかった。羽振りが良かった時の金の使い方が染みついていた。ろくな収入もないのに金を変わらず使った。ある日、いつものようにライブやツアーに必要な服を買おうとしたが、その日、その店はカードが使えない。現金を引き出しに、久しぶりに銀行に行った。そこで起きたことが、すぐには理解できなかった。まとまった金が引き出せない。後ろに人が並んでいる。一旦 ATM から手ぶらで離れ、改めて残高確認をする。さすがにうなった。思っていた残高と随分違う。もちろん、急に無一文になるほどではない。改めて記帳する。未記帳分がずらっと印字され、その減り方の勢いがすごかった。じゃあ、どうやって金を作ろう。スイッチが入った。